コツメ先生の漢方歴。はい、コツメ先生です。本日は皮膚炎のかゆみについて、ご相談を受けましたので、皆さんとシェアしたいと思います。この方は4年前に一度首の皮膚炎のかゆみで来ていただいて、完治したものの、4年後に再発してしまったというそのような症例です。それではまず4年前の回想シーンからどうぞ。湿疹の相談できました。首の後ろにガサッとした暗めの湿疹ができています。出産して2年後の27歳の時、副鼻腔炎になり、手に汗をかきやすくなりました。ホームビデオで子供を撮影する時など困るほどです。腕に買い物袋の肩がつくほどむくんでます。怒ると湿疹は悪化するみたいですね。仕事を2つ掛け持ちしているので、とてもストレスがかかっています。漢方薬2剤を服用し、30日でほぼ完治。最後のカウンセリングをキャンセルなさったため、改善後の写真はありませんが、今回本人から完治を確認しました。4年後の7月20日ということで、前回は首の真ん中あたりだったんですが、今回は右に集中してできてます。息子さんの皮膚炎に使っている特殊な乳酸菌22日分で9500円を一緒に飲んでもらうことにしました。8月1日、肩から鎖骨にかけては減少傾向ですが、肩から肩甲骨あたりはかき傷が目立ちますね。娘の進路について心配事が多いので、イライラして悪化したように思います。少し小をチェックしてみましょう。考察。会話中に左手合谷のツボあたりをポリポリ書く仕草が目立ちます。本人もイライラしたり緊張すると、ああ気がつけば書くというようなことをおっしゃいます。悪化傾向、イライラ、夕方、汗。フィンガーテストの結果は、患部に強い肺大腸系のエネルギーが停滞している。皮膚病の反応点でも同等の結果。悪化傾向であるイライラがなくなれば書くことはないと思われ、肺大腸系のエネルギー循環を良くさせる五黄人参を主にした漢方薬3日分3600円をお勧めしました。フィンガーテストという技術を使い、問診で得た情報とフィンガーテストで出た反応が一致するかどうかで、問診が正しかったが間違っていないか、副作用が出ないかということを確認した上で漢方薬をおすすめするようにしています。フィンガーテストというのはオーリングテストと思って結構ですが、詳しくは概要欄にリンクを貼っておきますので、ブログの方でご覧いただければと思います。会話中せっかちな面や、何もかも全て自分がしなければ気が済まないというところが見受けられる。これは環境陽性体質の特徴である。目の形からしても環境隠居症の病症を起こしやすいですね。少し環境症について解説しておきましょう。体質を語るときに、肝で言えば環境陽性と環境陰性に分かれます。簡単に言うと、陽性は陽気が多いので明るくて積極的で行動力があり、陰性は陰気が多いのでおとなしく消極的で行動力がないのです。人を見て、あの人陽気な人やな、あの人は陰気やなというのと同じ感覚です。体質は持って生まれた素因であり、病気に傾くと肝虚陰虚症とか肝虚陽虚症とか肝実症という名称に変わります。肝は血を増する役目を担っています。肝虚陽虚症とは、陽気が不足したということで、温める働き、つまり血そのものが不足したということです。肝虚陰虚症とは、陰気が不足したということで、潤す働き、血の中の水分が不足したということです。
間質症とは肝臓に増している気や血がスムーズに流れず肝に充満停滞しているということを意味します。病症によって肝虚陽虚症は肝症冷えます、肝虚陰虚症は熱症ほてります、間質症は熱から肝症へ、はじめは熱っぽいがいずれ、冷えてきますの、病症を起こします。相談者は肝虚陰虚症の虚熱が肺大腸へ波及したのでしょう。虚熱とは血中の水分が不足して発生した病的な熱のことです。解説が長くなりますので、また別の機会に記事を作りたいと思います。経過8月9日、左の親指の付け根や首の下あたりの湿疹は急激に回復したように思います。夜もぐっすり眠れ、イライラも収まってきました。水泳をしている息子の試合を観戦に行くとき、いつも疲れてたんですが、今は全く疲労感がなくなってます。豪人参の漢方薬が功を奏したようで、再度3日分追加しました。10月14日、すっかり良くなりました。ありがとうございました。よかったですね。息子さんの皮膚炎も良くなってるし、乳酸菌だけもう少しお続けくださいね。また何かあったらお願いします。はい。肝虚陽性の方は計画を立てやすく、それを自分で実行しないと気が済まない性格です。しかしそれが行き過ぎると陰気を失い、肝虚陰虚症の病症を引き起こしてしまいます。ホットフラッシュ、ほてり、のぼせは潤いを失ったことによる病症です。スケジュールを立てる習慣をなくし、何事も休み休み行いましょう。次に食事です。肝虚陰虚症は酸味を取り、血を肝に集め自力で気血を発散しなくてはなりませんが、せっかちさんである肝虚陰虚症はそれを待ちきれません。そのためストレスなどで虚熱が苦味で熱を冷まそうとし、苦味のあるビールやコーヒーなどで一時的にストレス熱の膨張を回避しようとします。ということで酸味のものを多く取りましょう。酢の物、梅干し、柑橘系類などね。はい、まとめます。この方はやってしまわなければ気が済まないという、性格があだとなり、オーバーワークによってですね、虚熱を発生させ、言うたらまあ頑張りすぎですね。虚熱が肺大腸系に波及し皮膚炎を引き起こしたということになります。この簡単に皮膚炎を引き起こしたという背景には、老廃物を外に出す場所である毛穴、肺のエネルギーが低下したということ、もう一つは、肺弁ですね。排便に関わる腸内環境の問題が必ずあります。今回の相談者の場合は腸内環境の問題であったということです。少し良くなったと思ってもすぐに治療をやめてはいけません。あなたが起こしやすい病気はあなたの体質が引き起こしやすい病気なのですから、体質が安定するまで続けましょうね。千里の道も一歩から、時間をかけて体を整えていけば、少しのつまずきぐらいでは病気に発展しません。ぜひ一度治療に取り掛かったら、しばらく続けてみてくださいね。さよなら、さよなら、さよなら。